何も引かなそうですよね。無職で頑張るか。無職ダウンロード、求人情報、寺で住み込み、日給7500円。ちょっとこれじゃやって食っていけないな。おー、ナイスです。あれ、ナイスです。はい、やっぱ知りたくないから所定ボタン。いやいや、感謝の意を込めてっていうのと、あの、高いな。いや、違う。なんか気を使って、その水は初手切るしたらダメだみたいなことを思い込みをみんなしないでねっていう。ああ、なるほど。大事、大事。そう。配慮のボタンね。お疲れ様です。じゃあ遠慮なく行かせてもらいますね。じゃあお言葉に甘えて。いいですね。それさ、もし初手切るされたときさ、いつぶち切れるやつや。ナイパーが聞こえるかもしれない。どっちでも美味しいから。セリフだったら絶対突っ込んでたな。セリフだったら切ったら伊豆さんおもろいし、隠し色になったら隠し色の伊豆さんがね、盤面一番セリフで楽しくなるから。サクパンイカサク、え、サクヤさん永遠に挑戦してる。な、女誰か、あ、開いた。あ、伊賀子さんか。伊賀坂青。あら伊豆さん生きてる。生きてる。うん、容赦なく行かせてもらう。死人は見てない。見てない。とりあえず、最後リフ、一瞬だけ見たんですけど、昇降機の人が無理、昇降機2がついてたから、うん、最後のもうガチ最後です、うん、サントス、伊賀子サントス、伊賀子サントス、そう、伊賀子サントスがいて、ヌーンで移動中の何だっけ、魚さんか、うん、が多分アドミンで映ってない人だと思います。ミーティングアベずっといて、昨夜さんが下側で待機してくれてたんで、奥側のタスクやって昨夜さんが押してくれました。で、昨夜さん下側いました、うん、はい、合ってます。はい、合ってます。千早金庫1です。伊豆三市はおそらくキッチン空き。あれ、夏目先生アドミン見てたんじゃないの、うん、ごめん、伊賀子さん、うん、伊賀子サントスの中にインポスターいるかなって一瞬思ってて考えたんですけど、うん、他の見てたんですよ夏目。ベントウェイドメインから、あ、ごめんなさい、結論メインからリフトへのベント移動っぽいものを見て、はい、まあ、まあ、どのタイミング？これベントタスクやってる。ああ、じゃあ最後は違う。一応ね、じゃあ出しておくんだけど、俺が宿舎前通路から昇降機左のヌー乗って停電直そうとして乗っているから、一応そのタイミングでのベント昇降機左でのベント開閉はないと思ってもらっていい？うん、ね、いや確実に飛んでたな。他の位置にいますね。10111、はい、シャワーが無理。あ、僕です、シャワー。石が無理。あ、僕です。エレキ、石、どっちか。石油で、千原さんが金庫にいたのも見て、okay、ありがとう。ミーティングが2。ガーサクさん。阿部作、うん、金庫は2だったと思うんですよね。誰かいたんだ。伊豆様、これエレキっす。キッチン、武器、コミュエンジン、メインエレキ。で、途中でメインの上の弁当の掃除をしてるんで、あ、さっき言った。どのタイミングかなと思って。実践、伊豆千早かなと思います。4回進回。弁当飛んでるのを見た。
あ？48だ。10秒ずれてる。向かうか。進行。ナイボ。ナイボ。ナイボです。ちょっと一旦夏目の情報がまあ今ので一旦出たとして、じゃあ伊賀子サントスの意見が出てないため伊賀子サントスさんの意見とか経路を聞いた方がいいと思う。はい、停電直したのは自分です、右側で。でサントスさんはアーカイブに残していて、で停電終わった頃にまあのこのこと昇降機右に来たんで、あの弁当を使っている可能性はないです、サントスさんが。で私もアーカイブと昇降機右の扉を開けている人を確認して、その後伊賀子さんがいるのを見ているので、伊賀子さんしか開けれないので、私も弁当が伊賀子さんないかなと思ってます。うん、のこのこ行きました。手早いですか。はい、夏目先生の金庫2が引っかかってて、そうすると太郎さんが金庫って感じですかね。はい、ですよね。じゃあここで千早セリフ使用します。おお、夏目先生を釣りたいです。おお、ああまあでもそうなるよね。うん、え、金庫って隅々まで確認しました。これ一番簡単なのは、うん、多分千早さんの乗っ取りケアもするんであれば、夏目先生セリフで言って夏目先生のアドミン情報を確定させる方がいいんじゃないかなと。ごめんなさい、千早さんに申し訳ないんですけど、うん、夏目のこと切ってもらえますかね。そしたら伊豆さんを夏目の権限でするんで、そう、まあ、伊豆さんから出た主張で申し訳ないです。夏目先生、え、まあ、普通に千早さん切られるリスク考えるなら釣りでいいんじゃないのと思ってた。今 IS さん釣ればいいんじゃない。まあ、皆さん待ってください、僕はシェリフです。えで、実践では千早さんがシェリフ使用しているためジャッカルかもしくはインポスターなんですね。で夏目と千早さんのインポスター同士が成立しないので、うん、あっても夏目が人間だった場合は、ジャッカルもしくは千早さんがジャッカルという構図だと思ってください。僕の目線は一回ここでじゃあもう一回話したくて、千早さかなのローラーをここで押します。はい、僕はローラーされるためにでも、人外を確実に減らしたいと思います。あと夏目が結構アドミン情報から切り合いたいです。切り合いでいいんじゃないですか。これ、うん、切り合いでいいと思う。これこそ切り合い。いや別。いや演じる人外だから。じゃあ配置よろしくお願いします。で演じていきます。カメラとかそういう。千早さん勝負だ。どっちかしらんが。どっちにしても負けねえからね。今年で最後ですね。今年最後ですね。はい、絶対壁しちゃダメですよね。壁いらないよね。ねパン君どうした？パン君、パン君何？パン君何？パン君何？阿部さん白っぽいな。この駆け込みでちょっとだけタスクしたい気持ちがめちゃくちゃ狂うっぽい。みんなで見てるからすごい勢いでなくなってる。外しとこう。あ、どうでした？切ったわ。これ結果ただ、まあ、もう意味がない。これはローラーになるから基本変わらないんだけど、あ、一応ね、千早さん死んじゃってるから俺の意見があんまり出しちゃうと不公平になっちゃうのでこれだけ出すんですけど、うん、俺が出なかった理由は千早夏目のつながりを見たかったっていうところがあるので、俺の目線では千早、夏目のインポスター同士は成立しないという情報で、うんうんうん、夏目がクルーだった場合には千早伊豆落とせば二人街は落ちると思っては実施点だわ、うん、それぐらいの情報しか出してないから、うんうんうん、だから、とりあえず今やるべきことはとりあえず魚さんローラーをかけて、夏目先生の疑惑で、魚さんを正シェルフと置くんであれば千早死んだらシンプルに金庫にいたことになるし、そうでないのであれば、エレキにいた、うん、俺を見てもらってない夏目先生をちょっと疑っちゃうかな。これもう議論で言っとく、うん、夏目いつ対抗で大丈夫です。弁当は絶対に見てて、メインからの弁当ね、うん、で、夏目の記憶は正しくは下側1だと思ってて、うん、あ、弁当よね。どういうこと、はい、ちなみにその場合、俺って金庫に入り込めた時間はあったと思うんですが、だから伊豆、うん、伊豆チェアは伊豆魚が別陣営ですね。別陣営で連携を取れなかったケースです。てか、エレキセキュってアドミン情報何個でした？ 2 個あってる。いや、1、下は1です。下は1って覚えてて。下1なんだったら、伊豆さん、俺がセキュリティでカメラ見てるんで、伊豆さんって下にいなくないですか、うん、だから、
だから疑われる。俺もう一回行動経路言うけど、最初の行動経路に関しては、三者さんに保証されてもらってて、うん、キッチン脇、展望配線、武器上2丁、コミュエンジンメインで上の弁当タスク、その後にエリキ乗りてます。で、エリキのパチやって終了。メインから弁当飛んでる人物が夏目視点ではいるから、それに該当するのが今伊豆さんしか他が出てる状況。夏目先生視点で魚千早のシェリフどっちが正やと思ってるの？え、実視点では千早さんっすよ。千早さんが正じゃない偽です。あ、そうだよね、さすがに、はい、金庫で金庫2が正なんで。じゃあ一旦好き好きしてボタンを押すんで、もう一回伊豆さんとあの夏目のあの議論を聞きましょうよ皆さん。それロラはします、一応。いや、ロラはしますとかじゃないです。いや、俺切る。魚さんが切ればいいじゃないですか、伊豆さんを。マジで？マジで？なんでだよ。どうも、これ夏目自体は嬉しいけど、じゃあこれ伊豆釣ってくださいね。こうなるんだったら伊豆釣ってね。どう？やば。スキップ入れた人たちすごいな。ダイナミック進行論だな。ダイナミック進行論だな。いや、わかるよ。新シェリフどっちかって言われたら、後で出てきた方が、魚さんの方が、よっぽど白っぽいけど、わかるよ。わかるけど、ゆずさんか。いや、ないっすかな、これ。いや、これ、あれ、何、魚さん、状況の説明をしてください。多分、自分から説明するよ、魚さんがした方がいいかな。そうですね、お願いしよう。え、魚さん、スキップ入れた、これ、もしかして魚さん。一応、代弁をしとくと、多分、伊豆さんが、アベレ、ん伊豆、うん、伊豆が阿部を切りました。魚さんが、ん、違うな、黒、え、阿部と三四郎、え、あの、僕カメラ見てながら分かるんですけど、魚さんが死体無視してミーティングから降りる、上に阿部レイジさんと伊豆さんの死体があります。三四郎さんは全然別のところで死んでると思います。阿部レイジ、伊豆、そうだよね。阿部伊豆が、なんで、夏目先生も上にいました。夏目さか、え、で、夏目さかなの陣外なんですよね。多分夏目さかなの陣外、うん、違う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 、じゃあなんで、ん、てか魚さん、魚さん、はい、え、ですか、 何も言わないなら魚さん釣りになっちゃうけど、それを望んでるっぽいんじゃないですか。わかんない。え、ごめん、確実に、え、いつって釣ってないよね。で、3人死んでよ、今3人死んでよ。あ、ごめん、伊豆はいないっすよ、ミーティングに。魚さん、シリフで切ってない。いるいるいる、伊豆さんいるいるいる。え、本当に言ってる、黒と紫、ん、いや、伊豆さんいてよ、はしご下にいてよ、伊豆さん、はしご下にいてよ。はしご下かい。え、そう、上にはいないっすよね。ミーティングクルー頑張って。ん、え、ちょっと話させてほしい。ミーティングのはしご上に西体あって、はい。それが阿部と三者でした。あ、そうだ、間違えました、ごめんなさい。はい。あ、魚さん偽か。そうだね。偽物じゃないです、シェルです。ごめん、千早さん。うわ、そう。夏目先生、これ多分。伊豆さんも人外なんじゃない。こうしよう。一旦ボタンを押してリフレッシュ。どうこれ。これ終わるんじゃないですか。これは新シェリフなんですが、終わるんじゃない、一旦リフレッシュ。終わんないよ、うち開けて2時間以上絶対生きてんだから。いや、終わります。残念でした。相方死んでるでしょ、多分。これ体やりでした。体やり、終わんないの確定してるよ。夏目先生かな。三死体起きてんだから絶対に終わらないこと確定してるよ。まあ、ギリあるか。ごめんなさい。え、夏目の視点がさ、崩壊したんですけど、終わりです、これ。だから夏目先生、陣がいたよね。うん、え、そうな、いや、待ってください、うん、ちょっと、伊豆が、聞く、聞く、話は聞きたい。うん、とりあえず、伊豆は、伊豆シェリフ2人は別陣営だと思っているので、
伊豆が人外に切られたケースを追っています。うん、ここまでは納得してくれないですか？で、まあいいや、どうぞ。伊豆さんのキルを無理なのをサントスさんから証明してほしいんだけど、それが無理だと思うんすよ。いや、できないだって私見てないところに行ってるから、うん、まあそれはいいです。だからサントスさんは夏目弾ける。夏目先生の内訳を聞くのがいいんじゃない？内訳。いや、まっかんねえ、伊賀子パン君サテヤの情報がないです。今回伊豆さんをキルした人物の精査をしたいです。じゃあ仮に伊豆さんを、ま、ジャッカル陣営としておきます。魚さんがインポスターです。残りインポスター生存、うん、まあ、逆もしかりです。残りジャッカル生存どちらかです。魚さん、あーでもダメだ、3人。え、これさ、ごめんなさい、夏目魚のインポスター、伊豆さんジャッカル、千早さん新シェリフ。いや、盤面的に千早さん新シェリフでいいんだけど、うん、そうだ、それはそうだと思う。でそれでぴったりじゃない？で伊豆さんが誰かキルするで、キルした伊豆さんを魚さんキルする、千早、あ、夏目先生がキルするで打ち明け合うんちゃうの？あ、じゃあ、うん、夏目を釣った後の話なんですけど、うん、サントスさんを絶対進行役としても立ててください。で伊豆さんキルできないのって、伊賀子パン君酒屋さんの中で情報精査してください。うん、あのさ、エレキメインエンジンで誰も見てないからな、さっきのターン。夏目先生、もし追わなかった時に遺言聞きたいんだけど。7割な、精密度7割で、うん、パン君を走ってください。うん、カメラを見ていた情報があるから、うん、夏目を釣って終わんないので、伊賀子サクヤの中からテストしてください。サクヤさんに投票しときます。え、夏目先生じゃない、夏目先生。まあこの場合ごめん、出せばよかった感じで。いや、でも使わへんのか。伊賀子サクヤから絶対清掃してください、うん、これ夏目が千恵さんを釣ってるからしょうがないので、絶対そのあたりから決めて、ブレないで。タスク終わんないよな、絶対終わんないよな。どういうキルじゃん、昨夜さん。どうか、パン君、白いか、パン君と白いか、パン君、あ、サニー卑怯な戦法に出た。一応タスクする。おほおほおこれはずるい、これはずるい。似合うかな。間違った。ボタンある？あ、あった。何も進展しないな、これだと。いや、これだから、いや、だからここでまた脇位置リセットで平等に戦いましょう。ね、ああなっちゃうね、多分。うん、いや、そうね、ちょっと。うん。そう、あ、多分あのまま塊でタスクになっちゃうから、ここで、まあ、どこ選ぶか、脇でラッキーって戦いしましょう。あれ、今までのあれで、うん。あ、もうこれパン君入れちゃったか。まあ、あ、ごめん、あ、そっか、釣れる可能性もあったの。だって、キル実行犯が必ずいるはずだから。はいはいはい、楽しみにさ、そこから詰められるから。あ、いや、やっちゃった、スキップです、僕。ね、魚さんがジャッカルの線ってないじゃん、インポスターじゃん。で、あの3キルで相方が死んだでしょ、おそらく。で、ジャッカルが生きてると思ってるんだけど、多分ね、うん、魚さんとつながる位置を、理論とこれまでの
理論から探るしかないんじゃないと思うんだけど、だから結構俺処刑いるもんだと思ってた今回。あ、違う、手汚してない可能性あんのか。伊豆さんジャッカル切る、夏目先生魚さんにインポスター切る、手汚してない、あ違う、ジャッカルだから違う、役合わないな、あれ違う、ごめんなさいごめんなさい、3キロ起きてる、3キロ起きてて、俺ちなみにタスク絶望的なんで、うーん、タスク何個ですか。あと7個残ってます。ていうか絶対に釣れないのは確定しますよ。あの、うん、人外がスキップいた瞬間に釣れないので、このターン釣れないのことは確定します。なんで、まあちょっと時間だけ使って、はい、まあ、スキップが発生したら人外がスキップ投票したってことでいいんじゃないですか。ああ。あのどっちにしろまあ伊賀子作家になるから、うん、多分俺は多分作家さん対抗で大丈夫だと思ってるんで。あ、そうか、伊賀子さんと作家さんが両方に入れてもらって、サントスさんがそう決めてもらうキック入れ早いかも。あ、意味わかんないわ、ちょっとあの僕は頭パンクしたんで、もうそうで、あのスキップは多分ないと思うよこの場面。あ、いやでも僕がスキップしてるんで、あーごめんなさい、サントスさんに任せます。うん、そう多分そうなると思う、うん、え、じゃあ入れれば、入れ合えばいいんじゃない、最後の一票は私が入れる。あ、そう、俺はもうサクヤさんに入れてるから、サクヤさんに入れ返してもらって。行動精査。ああ、じゃあ伊賀子さんおめでとう。違ったらごめんなさい、そうだけどな、違ったらごめんなさい、うん、正解だよ、ありがとう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 、素晴らしかった、くる、いや、さくやさんナイスキルでったけど、最後の最後に、いや、ん、惜しかったですね、魚さくやで伊豆さん、いや、わかんない、一応ね、実施点で千早さんがシェリフ確定で、で伊豆さん、あのね、夏目があのインポスターじゃないことは分かっているので、うん、あのジャッカルだったとしても、あの正しいあの数字を出してるから、うん、多分伊豆さんがベントでメインホールからエリクトリック下ったんだろうなと思ったので、うん、千谷さん切ってスキップが入って生き残ったから、よしこれは楽しく行こうと思って伊豆さんと昇降機左でぐるぐる回りながら一卒をしてミーティングのはしごの上で安倍ちゃん俺切って、もう一人が誰だったっけな、三四屋さん、三四屋が切られ、うんうん、伊豆さんが先に降りたら、ちそこね、昨夜さんが来て、昨夜さんを伊豆さん切り、三したいということです。そして俺が切って、伊豆さんが切るのに全然さ、あの、実時点はもう魚さんが 100% シェリフじゃないっていうのが透けたから、そう、明らかにカバイに来てくれたな、これ、と思って。いや、これ、夏目してむぞ、え、でですね、しんのろちゃんどこ行ったんだっけ、しんのろちゃん。千早夏目が対立した理由は、はい、僕にあって、僕が金庫の上で死んでます。もう見えないとこで。いやー、素晴らしい死ぬ字です。いや、しかもそれがセリフの千谷さんってことでしょ。そうだね。やばー、この試合。これはね、二得だなと思ったんですよね。なんか昨夜さんがね、切る位置が絶対に不可能な位置だから、動画があっても千谷さんをセリフ置きして、夏目伊豆さん釣るよりは、もう面白い方でいいやんと思って対抗で出て、いやーこれ千谷さんバチバチに疑っちゃった、ね、うん、では魚さんが聞こえてきた、ぶつかったね、夏目これがね、慎太郎をダウンロードやってる慎太郎を弁当の方に誘い込んで、誘い込まれじゃない、なんで誘い込んでこっちおいでって言って金庫室の上の方で、いやずるいわあれ、だってあれやられたら僕行くしかないもんだって分かる、いやーその最後クルーね、よく間違えなかった、素晴らしいね、サントスさん勝ち、ね、ありがとう、ね、ありがとう、いや昨夜さん、いい議論でした、いい議論でした、決めてって何ですか決めてってあの初手切る、あ初手で、あの弁当の時に停電中アーカイブで左っきりで伊賀子さんが絶好なキルができるのと、うん、なんか最終ターンの昨夜さんの右側でちょっとなんかチラチラしてるのが、人外だったら私もあの動きするかなと思ったっていうその2点ですかね、あ、まあ、薄い要素ですけど、まあ、だから